こんにちは、筑波大学のアランヤです。このビデオはプログラミングチャレンジ第0回のビデオで、このビデオでは、カティスの使い方を説明します。プログラミングチャレンジでは課題を提出するためにカティスっていうオンラインのジャッジを使いますので、その使い方を簡単に、説明したいと思います。では行きましょう。つくば .catis.com をアクセスするときに、この画面が出てきます。で、まず皆さんが、アカウントを作らないといけないですね。アカウントの作り方は、ここ OpenCatis をクリックして、で、ちょっと遠回りになるんですが、OpenCatis の中からログインをクリックして、ログイン with email でクリックして、で、sign up for Catis アカウントをクリックして、で、こういうふうな登録画面が出てきます。で、この登録画面を書くと、アカウントが作成することができます。で、フルネームについては、本名を書く必要がないんです。ですね。この名前が他の人に、見えますので、まあ、本名を書いてもいい人はそれ書いてもいいし、まあなんかそのインターネットでよく使う名前でも書くのは構いません。ただし、メールアドレスには、筑波大学の sxxxxxx@s.tsukuba のメールアドレスを使ってください。皆さんどんな名前か書くかわからないので、そのメールアカウントで誰がどの問題を解けたのが、僕の、問題の集計に必要です。で、アカウントが作った後に、またつくばのカティス .com に入ります。つくばだカティスでログインして、で、ここはなんかちょっとテストアカウントで僕ログインします。で、ログインしたのに、この画面が出てきます。ですね。で、この画面に、ここ、あと、ホームで行くと、コースで行くと、こういうふうなコース。ここはもうレジスタルするなんですけど、このプログラミングチャレンジのスプリングを2022年クリックすると、ここでは、なんか、I want to register in this course ってクリックすること。ことがあります。で、そのクリックした後に、この画面が出てきます。課題を提出するには、まあ、このアサイヌメントで出てきます。ここで見えますね。どれぐらい時間が残っているとか、学生何人がいるとかですね。これをクリックすると、この画面が出てきます。この画面だと、他の人が何人がどの課題を提出したのかを見ることができます。課題 A、B、C、D, E, F, G とかここにあります。課題をクリックすると、その課題の内容が来ますね。これはちなみに英語で心配している人が、まあ、Translate と Google Translate とか、DeepL とかですね。簡単に翻訳、通訳することができますね。いろいろ、まあ、これは必ずしも新しくないけど、です。まあ、でも、もうちょっと分かることができます。で、まあ、これを理解した後に、プログラムを書きます。ですね。この入力に対して出力ができるプログラム。ちなみに、ここは、あと、入力と出力をコピーできますね。あと、入力が長い場合だと、ここで、サンプルデータファイル、ここをダウンロードすると、見るとね、なんかその zip ファイルが来ます。ちなみに一部のプロ問題がもう日本語で、和訳してますね。例えばこのプロ問題 A が日本語にあります。ですね。まあでも全ての問題が日本語で書いてるわけではないので、気をつけてください。で、問題、プログラムを書いた後に、
ここでサブミットして、上のサブミットじゃなくて、この下のサブミットですね。ここをサブミットをクリックすると、ここで、ファイルをアップロード画面が出てきます。または、ここで直接書き込みすることもできます。ここに正しい言語を選んでください。C、C++、Java、Ruby、Python。で、ここでサブミットすることです。サブミットした後に、はい、ここに My Submission が、その結果は見えます。ですね。ここが Accepted が出ているなら OK です。Accepted じゃなくて、例えばもう一度戻っていくと、マイコースのウィスプリングでいて、で、イントロダクションでいて、例えば B 問題を見ると、わざと B 問題が accepted 以外は wrong answer も出てきます。wrong answer の場合だと、もう一度プログラムを書き直して、もう一度提出してみてください。まあ、カッツの使い方は、まあ、大体こんな感じです。ですね。で、毎回8問は出ますが、それ以外の問題たくさんありますね。ここを見るとたくさんの問題がありますので、まあ、もっともっと勉強したい方は、ぜひ、この問題を解けてみてください。これをクリックして、で、まあ、これを読んで、で、これも提出して、ということができます。ですね。あと、このウェブサイトもあります。どの問題から解ければいいのかですね。このウェブサイトが、Methods to Solve。これはなんかその教科書が作った人が作ったウェブサイトです。で、ここはカティスを選んで、で、なんかチャプター1とかチャプター2とかチャプター1のを選択すると、第1章の課題問題が。で、見てる通りに、なんか今回使ってる、クワリはここにありますよね。タリーフはここにあります。で、それ以外の問題もありますので、ぜひこれを見てください。で、右でいくと、そうだね。で、内容とかがあります。で、まあ、チャプター2とか、来週のいろいろな課題こともありますし、ぜひ、これを見てみてください。では、カーティスの説明がこれです。まあ、わからないことがありましたら、学ばの掲示板で、聞いてください。まあ、では皆さん、このコースのプログラミングチャレンジを頑張ってください。